BMW は洗練されたデザインと高性能運転支援システムを搭載した5シリーズセダンツーリング改良新型を9月28日より発売する。5シリーズ改良新型は高性能3眼カメラレーダーおよび高性能プロセッサーによる高い解析能力によってより精度と正確性が向上した最先端の運転支援システムを全モデルに標準装備した。アクティブクルーズコントロール、ストップゴー機能付き、レインチェンジウォーニング、車線変更警告システムおよびレインディパーチャーウォーニング、車線逸脱警告システムなどに加え、パーキングアシスタントも装備。直前に前進したルート最大50メートルまでを記憶し、同じルートをバックで正確に戻ることができる。また、高速道路での渋滞時においてドライバーの運転負荷を軽減し安全に寄与する運転支援システムハンズオフ機能付き渋滞運転支援機能を装備。一定の条件下においてステアリングから背を離して走行できるビジネスモデルへと進化している。コネクティビティでも大幅な進化を遂げている。 OK BMW と話しかけることで車両の操作目的地の設定等ができる BMW インテリジェントパーソナルアシスタントをはじめ Apple CarPlay にも対応した BMW コネクテッドドライブプロフェッショナルを標準装備。スマートフォンで事前に検索した目的地を車両に送信すると利便性を大幅に高めている。また iPhone をドアハンドルにかざすだけで車両のロック解除施錠さらにエンジンの始動も可能な BMW デジタルキーも標準装備する。フロントデザインではヒドニーグリルをよりワイドに一体化するとともに立体的な造形に。ヘッドライトのデザインは L アザ型の LED ライトを採用することでモダンかつスポーティなイメージを強調している。リアデザインでは L アザ型リアコンビネーションライトの周囲をブラックアウトすることで精悍な印象を付与。立体的になったバンパーにワイドな台形型エグゾーストパイプを装備することで高級感あふれるリアビューとなっている。インテリアではスイッチパネルを全てハイグロスブラックとすることで質感を高めさらにレザーシートを標準装備し高級感を演出している。5シリーズツーリングはラゲッジコンパートメントパッケージを初採用。ラゲッジルームの容量を通常の570リットルからリアシートを完全に倒すことなく最大10リットル拡大できるほかリアシートを完全に倒せば1700リットルのラゲッジルーム容量を確保する。またウィンドウ部分のみの開閉により小さな荷物を容易に出し入れできる。リアにはエアサスペンションを採用。重量物をラゲッジルームに積載した際自動で車高を調整し最高の乗り心地と走行安定性を確保している。高効率ガソリンエンジン搭載モデルは標準出力型最高出力185ピコセカンド最大トルク 290nm2L 直列4気筒エンジン搭載の 523i高出力型最高出力252ピコセカンド最大トルク 290nm2L 直列4気筒エンジン搭載の 530i 最高出力340ピコセカンド最大トルク 450nm を発生する 3L 直列6クリーンディーゼルエンジン搭載モデルには環境に優しく最高出力190ピコセカンド最大トルク 400nm を発生する2リットル直列4気筒エンジン搭載の 523DX ドライブに加え魅力的な価格を実現した 523DX ドライブエディションジョイプラスも設定している。プラグインハイブリッド搭載モデルは 530E を用意する。200ボルトの普通充電にて約4から5時間にて密流充電となり電気のみで 54km WLTC モードの走行が可能。
2リットル直列4気筒ガソリンエンジンとの組み合わせにより、ハイブリッド燃料消費率は 12.8kmL WLTC モードとなっている。またエクストラブーストを初採用。システムトータルでの最高出力は仙台比 16% アップの294ps となり、電気モーターをスポーツ走行にも利用している。さらに魅力的な価格を実現した 530E エディションジョイプラスもラインアップしている。価格はセダンが678万円から1104万円、ツーリングが749万円から1142万円。納車は10月以降予定。